クレサーレは、エストニア、サーレマー島にある都市。クレッサーレとも、リガワに面している。クレサーレが最初に歴史に登場したのは1422年で、ある。町は、市教定宅周辺で発展した。1559年、エゼルビーク市教校からデンマークへと、町は売却された。1563年に、 ホルシュタイン公マグヌスからリガに与えられた市民憲章をモデルとした市民憲章を町は獲得した。1645年トルステンソン戦争後に締結されたブレムセブルー条約によって町はスウェーデン支配下に入った。クレサーレは当時ドイツ語で公式にアレンスブルクスウェーデン語でアレンスベリとして知られていた。大北方戦争中の1七百十年町は ロシア帝国軍によって火を放たれ焼け落ちた。1721年のニスタット条約において、町はロシア領とされた。18世紀の間クレサーレは、大衆的なリゾート地であった。第一次世界大戦で、エストニアが独立を宣言すると、町の名はエストニア語のクレサーレに改名された。ソビエト連邦に含まれていた百五十二年から百八十八年まで、 クレサーレ出身のボリシェビキであるビクトル・キンギセップに、ちなみ、町は、キンギセパと呼ばれていた。1990年10月、クレサーレは、エストニア初の自治都市となった。クレッサーレ、イエー、オフィシャルウェブサイト。ありがとうございます。